2003年5月、スバルレガシーが4代目へと進化した。4代目レガシーのトピックは、なんといっても3ナンバーサイズのボディを得たことだ。これによりデザインや足回りの自由度が高まり、詰め込み感のあったフォルムから解放された。同時に5ナンバーサイズで対応してきた安全基準からも解放されたため、ボディ内の補強などが不要となり、先代に比べて最大100キロもの軽量化を実現した。搭載エンジンも進化を果たした。排気系には頭頂倒幕の新しいエキゾーストマニホールドを採用し、スムーズさと静粛性が格段に向上。ツインターボに別れを告げ、シングルターボとしたことで低中速域でのトルクやレスポンスも向上している。自然吸気モデルに力を入れて開発したため、これまでは注目されなかった2リットル SOHC モデルなども独自の魅力を放つようになった。この4代目からセダンとツーリングワゴンのグレード名が共通となり、ターボ系は GT、NA 系は R を名乗るようになったことも新しい。スポーツ系のトップグレードはセダン、ワゴンともに 2.0GT スペック B、ビルシュタイン製のダンパーを備え、レガシー初の18インチタイヤを装着した硬派なモデルだ。2003年9月にはポルシェから技術協力を得て誕生した 3.0R シリーズを追加。最高出力250馬力、最大トルク31キロを発生するこのモデルは、世界的なプレミアムブランドを目指すスバルを象徴する本格的なセダン、ワゴンという評価を得た。4代目レガシーは2009年まで生産され、ほぼ6年間にわたってスバルのフラッグシップの座を守ったのである。